ト欄が全然人がいないので、ちょっとみんなを待とうかな。あ、増えてきた。今閲覧36人見ているということで、どんどんコメントしてください。はい、ありがとう、ありがとう。こんばんは、こんばんは。はい、今回はですね、ここね、UUUMのね、スタジオに来て撮影、生配信を行っております。はい、なので今回はいろんな人にこうお手伝いしてもらって、進めております。はい、皆さん、こんばんは。ちょこちょこチャット欄を見させていただきます。あ、声が遠い？本当、声がちょっと小さいっていう声が。ちょこ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 あるかもしれない。はい、あの順次ね声上げてきますので、はい、もしねなんかちっちゃいとかありましたらまた教えてください。はい、そうさっきね一瞬スタッフさんが映り込んだんですけど、それは忘れてください。うん、あの関係ないです。はい、申し訳ない。うん、はい、まあ、そんな感じで今日はですね、ウィンチケットさんとのこの協力というかコラボ配信ということで、今あの字幕のところにですね、私の、なんていうのかな、この ID みたいなのが載ってるんですよ。うん、なのであの左側の右かこれは右側の、ウィンチケットの QR コード、うん、QR コードを、あ、聞こえない、マイクあとそんなに聞こえない、やばいね。もっともっと、じゃあちょっと上げます。はい、マイクがちょっと遠いかな、ちょっと寄って、ちょっと音大きくなりました。でもうちょっと大きい方がいいみたいですね。うん、ちょっとね調整をしてきます。はい、そんなにちっちゃいか、どうだろう。どんどん上げてきます。上げます、上げます。聞こえない人がまだいるか。じゃあちょっとマイクテスト、マイクテス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 、あ、聞こえるようになってきた。ちょっと小さいか、もうちょっと、これでもこれ最大ですかね。もうちょ、あ、はい、どうでしょう皆さん、今大丈夫、大きくなった、よしよし、 OK、 あ、大きくなったということで、さっきより大きくなった。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。はい、 OK、 ありがとう、ありがとうございます。はい、じゃあまたちょっと再度説明なんですけど、右側にあるね、ウィンチケットの QR コード、QR コードがあると思うんですけど、こちらをちょっと、まだね、ウィンチケットの、アプリをダウンロードしてない人は、そこからね、ダウンロードしていただいて、そして、下にある私の ID、この ZPBWYV5 ってやつですね。こちらを、今、友達くじっていうのをやってるんですよ。うん、友達くじ。で、友達くじを引くと、なんかこう、ポイントが当たるという。はい。うん、ちょっとね、この画面切り替えますので、友達くじについて、見てください。はい。もう引いてくれた方もいると思うんですけど、こんな感じで。うん。今まだ出てないかな。あ、出ました、出ました。はい。ちょっとね、時差があるので、あれなんですけど、ここに出てるように、友達招待口の引き方みたいなのがありまして、まずね、マイページから友達を招待、友達招待を選択か。マイページから友達招待を選択、招待されたこちら、招待された方はこちらを選択し、招待コード ZPBWYV5 を入力します。はい。そして、まあ、1000円チャージしていただけると、くじを引くことができます。はい。を引いてくれた、2等当たった、ありがとう。2等当たった、ありがとうございます。2等多いね。あ、インストール中ありがとうございます。ぜひぜひね、この機会に、結構お得なキャンペーンですので、この機会にダウンロードをお願いいたします。ダウンロードはね、ぜひぜひこの右側の QR コードからお願いします。はい、ありがとうございます。そうだから今回はね、みんなとこう一緒に楽しもうかなと思ってます。はい、であれだ、ちょっとあと7分しかないわ。そうだ、やばい、1レースのあれまで7分しかないので、ちょっともう投票します。うん。もう投票して大丈夫ですかね。OK です。皆さんも投票してください。あと6分しかない。やばいやばいやばい。ちょっと待って。想定外。今日はね、私いろいろ考えてきて、もうね、買うものを決めてきました。これ今、スマホの画面どうだろう、映るかな。お願いします。ちょっと私、早急に買います。1で3で。待って、また。間違えた。1、3、4。ちょっと地味に頑張ってこう。3、1、2の、3、2、1。
1、3、2、1、2、3、今日いっぱい買います。3、1、4、3、4、1。皆さんもね、ぜひぜひ一緒にやっている人は投票してみてください。もう今日はね、ちょっといろいろ考えて先に予習してから持ってきました。1、3、4、あ、待って、まだ確定じゃない、待ってくれ。1、3、4の1、4、3、1、4、3、 OK、 これで私が買ったやつは全部、はい、見てるかな皆さん。こんな感じですね。私が今回買ったのはこれらです。まあ後でちょっと紙で書きます。ちょっと早いかなあ、ダメ、私全部これ500ポイントずつ書けようと思ったんだ。まあとりあえず全部500かけよう。これどこで変えれるんだろう。全部一括で変えられないのかな。ちょっと一個ずつ一個ずつ超初心者なので、めちゃめちゃちょっと地味な作業を行っております。皆さんも間に合うように、あとの締め切り5分前です。5分前、みんな間に合ってるかしら。大丈夫。何これ、ワイドフォーメーションって何だ、この買ってないぞワイド買ってない、あれ31って何、詰まって、ワイド買ってないよワイド買ってない、待って、買い忘れがあるかもしれないな。え、何これ、ワイドなんか2個あんじゃん。詰まって、待って詰まって、待って待って待って、ワイドがある、ちょっと待って、変えてないのがあるぞ。え、詰まって、一回全部最初からにした方がいいかなこれ。え、なんでこんなにワイドが多い、ちょっと待って待って、ちょっと待って、待って、一回、ちょっと焦ってる焦ってる。1、4、3変えてるぞ。1、4、3、1、1、4って何よ、ワイドだこれやばい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 、みんな大丈夫か。4、1、3変えてるね。4、3、1か。え、なんで4、3なの、やばい、3、1、4変えてる、1、2、3変えてる、1、3、2、1、3、2も変えてる、3、2、1と3、1、2変えてるね。なんかやばいやばいやばい、あと3分、変えろ、頑張って変えるんだ、頑張って頑張って、ギリギリでも諦めない、そういう人間でありたい。よし、よし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 、 OK、 変えた変えた変えた。あ、待って、はい、いきます。 OK ですか、はいはい。ああ間に合った、よかった、残り3分で駆け抜けた、駆け抜けた、みんな変えた、変えたか川崎、そう、今回川崎のウィンチケット杯でございます。合計投票額4500、 OK、 合ってる合ってる、はい、買ったのちょっと私一応書きますね。みんな大丈夫こういうね、なんか、ハプニングがね、あるのも生配信の見どころでございます。はい、でちょっとこう買ったのを書きます。1、3、ちょっとみんな間に合ったかな、私が焦りすぎた。4、3、1、はいはい、皆さんお待たせしました。はい、私が買ったのはこちら、見えるかな、はい、1、1、3、2折り返し、4折り返しかな、3、1、2折り返し、4折り返しの4、3、1でございます。全部500ポイントかけたので、合計4500ポイントかけました。はい、こんな感じです。合ってんのかな、書き方が。書き方がいまいち合ってるかわからないけども、とりあえず、はい、ちょっと置いといて。はい、皆さん、どうですか、うん、本当に安定のハプニングで驚いちゃった。ハプニング大好き、ありがとう。励まされる。うん、ありがとうございます。一口100円買ってみた、ありがとう。一緒にやってくれてる人、ありがとうございます。うん、
413来たらやばいね。確かに413、あのね、多分ね、私のちょっとこれ今日いろいろ考えてきたんだけど、おそらくね、まあ1か3が、まあ、1、2着に入るんじゃないかなっていうのは私は思ってる、うん、ね、1、3はね強いと思うよ、おそらくね。でこのウィンチケットのアプリ見てもらうと分かるんだけど、出走表っていうのがありまして、出走表にいろいろね情報が載ってるので、それを見ると、うん、あの買いやすいです。はい、すごく緊張している、なんか無駄に大丈夫かな、4500ポイントもかけてしまいました。皆さんどうでしょう、皆さんどうでしょうか。結構いっちゃった今回は、うん、そうそう、今日ここはね、あの違います、ウーブのねスタジオから、お送りしております。はい、みんなも買った、みんなも買いました、うんうんうん。今回はね一応全部3連単で、何口買ったかな今回、1レース目は9個、かけました。はい、うん、難しいんですよこれが、うん、KD 初めて買った、嬉しい、初めてをね、ありがとうございます、うん、まだね、ダウンロードしてないよって人はね、右側の、QR コードのね、 QR コードぜひぜひチェックしてみてください。はい、いや緊張してきた。レースが始まるのがあと5分あります、うん、5分あるので、それまで私はちょっと雑談でつないでいかなきゃいけないんですけども、どうかな、当たるかな、うん、あのね431はねちょっとこう穴狙いというか、まあ、4がもしかしたら上に来る可能性もあるんじゃないかと、うん、どうなんだろう。でも多分1、1、3、1、3、どうかな、うん、一応人気順で今一番人気が1、3、2なんですよ。で私も1、3、2は買ってまして、1番が1、3、2、2番が3、1、2、3番が1、3、4、4番1、2、3って感じで、やっぱね1かね3がちょっと人気というか、うん、まあ、1着2着に来るんじゃないかと思われております。はい、さ難しいな、難しい。あ、もう第2レース19分前なんだ、あっという間だな、うん、一応ね今日は、10時ぐらいまでやるので、最後まではやりません。はい、なのでね、あの前回ではちょっと短いんですけども、ぜひぜひ楽しんでいただけたらと思います。はい、で、今のレースはですね、どこかな、よいしょ、あ、もう投票締め切りしましたね、投票は締め切りされました。で1レース目、今回はね、5人ですね、5社でやっております。うん、でこれは2分線っていうのかな、2つのラインに分かれておりまして、3、1、2と5、4で、なんかこれあのこの前ね勉強させていただいたんですけど、あのまあ地域が近い人でこうチームを組んで、今回は3、1、2だから千葉、静岡、神奈川などで、まあ関東、あでも5、4が違うね、東京と北海道、まあこれは稀なパターン大体はこの地域、同じ地域の人で、こうチームを組んで走るんですよ、うん、でもちろん最終的には、1着2着3着っていう感じで分かれるんですけど、途中まではチームで戦って、途中から、個人戦になるといった感じですね、うん、熱いドラマがあるわけですよ。はい、皆さんはどうだ、うん、リアルスナックみたいな、確かにちょっと場所がなんかスナック感は確かにある、うんうんうん、はい、どうかな、どう、間に合わないね、そう、次のだから第2レースも間に合うかどうかちょっと心配だけど、うん、どうにか次こそはゆっくりできるようにします。うん、あの今回はね、あの焦らないように一回ね考えてきたんですよ、もうこれにかけるぞっていうのを予習してきまして、さっき言ったように出走表が出てますので、うん、はい、だからぜひぜひ皆さんもなんかやってみてください、うん、結構楽しいですねこれね。次のレースは第2レースも、5社ですね、うん、わー当たるかな、なんかドキドキしてきた、やばいこれは、うん、まあ、でも第1レースは結構厚めにかけたというか、まあ、王道パターンプラスちょっと穴4、3、1もかけたりしたので、おそらくは当たるんじゃないのかなと思う、うん、みんなはどうですか、どんな感じでかけたか教えてくれるとありがたいです。はい、134買った、134か、まあ、134、132あたりは、うん、熱いんじゃないかな、
くじ引いたら1000円当たった。よかった。ありがとうございます。ありがとう。ダウンロードありがとう。ありがとうございます。どうかな、どうかな。そう、今日川崎競輪のウィンチケット杯、今1レース目が締め切り終了したので、次のね、レースの、もし見たい、次投票したい人は第2レースからお願いいたします。はい。そろそろ始まるんじゃないか。今49分で50分から出走です。はい。皆さんこの画面が一応あの競輪の、レースの画面になりますので、ぜひぜひこの画面のまま見てください。はい、私はワイプの方に出ますので、あ、出ましたね。お、始まりました、始まりました。皆さん今見えていますでしょうか。はい、私がワイプで、競輪の今会場がね映っております。はい、さあさあさあ、はい、だからちょっと音を私もいただいて。メンバーが入っています。第1レースは A 級チャレンジの一般です。対戦の5名が揃っています。それでは1レースの A 級チャレンジ一般、対戦するメンバーです。始まってきた、始まってきた。1番は神奈川吉田凛太郎です。2番は静岡、はい、鈴木秀明。あ、声大丈夫、聞こえる。3番千葉の門口誠也。声が小さくなったっていう。4番東京の長昌寺美希。ワイプになったらちょっと声小さくなる。そうだね、そうだね、それはあるかもしれない。以上の5名の対戦です。そう、今からは競輪に集中してください。山田浩二です。集中して。オープニングはチャレンジ、はい、一般戦の一つ目まま。北海道の島田と3番車、難関の機動力タイプは門口。そうだから選手紹介3対2に分かれていました。1、3、2、1、3、4。が熱いんじゃないかな。2走目の競争を先行取ったのが北海道の島田です。私は走りません。私は走りません。号砲鳴って第1レースのチャレンジの一般戦です。ね、内枠からまず3番車の門口です。どうだどうだ。追っていくのが1番の吉田。3、1、2と2番鈴木が3番手、うん。5番の島田に4番の長昌寺です。どうだどうだ。1周目のこれから2コーナーからバックです。前受けを取ります千葉の3番車の門口誠也です。2走目の競争まくり展開、昨日は3コーナーでいっぱいになってしまった千葉の門口。前受けからの組み立て、難関連携は今回が復帰戦の地元の1番車の吉田凛太郎がマークを取っています。2番の鈴木秀明が3番手で難関勢が前段からです。後ろ攻めの4番手の位置が5番車北海道の島田茂樹です。今日は門口との二分戦になっています島田。昨日と同じく今日も積極策を見せるが、後ろ攻めの現在4番手で4番車の長昌寺美希が島田をマークしています。2走目の競争は島田の3番手から直線は伸びてきています長昌寺。3対2に分かれていますチャレンジの一般戦。前段正攻法には3番の門口、1番車の吉田がマークです。上がった5番の島田に4番長昌寺。やばいな。まず島田が抑えて1コーナーです。すんなりと門口が下げて3番手です。先行体制島田が取って4番車の長昌寺、門口が3番手から地元の1番車の吉田に最後方2番車の鈴木秀明です。まず抑えていく門口、連携を取っていった地元の吉田との連携、少し難関勢は連携乱れています。抑えて門口2番手に5番車の島田、追い上げました吉田凛太郎が再び2番手の位置。先行3番車の門口誠也、内側で5番車の島田茂樹、島田がインコースから吉田凛太郎も懸命に2番手の位置ですが厳しい競争。そして4番車の長昌寺、今度は3番手に上がってきています。3コーナーを回りまして2センター逃げる門口に2番手は島田茂樹、長昌寺3番手で4コーナー回ります。後位から今度は5番の島田、島田が追い込んでいます。続く4番長昌寺、後位から島田、そしてインコースから4番長昌寺、最内は3番車の門口誠也。オープニングのチャレンジ一般戦の一つ目です。え、予想外。門口が先行を取りましたが、吉田が追い上げでしたが実らず、2番手5番車の島田が取って、そして4番車の長昌寺追走。最後の4コーナー直線、後位から抜けるのが5番車の島田茂樹です。
島田が後位からの追い込み、そして4番車の長所持続いています。かなりこれ後輩と思うんじゃないか。前踏み上げて後位からの追い込みが5番車の島田、2番手4番車長所持っぽい、ね、先行を取りました3番の門口が3番手です。5、4、正式決定をしばらくお待ちください。1レースのチャレンジの一般でした。5、4、5、4、3ダメだこれ、荒れすぎだこれは、うん、決定1着5番、2着4番、3着3番。これはダメ、うん、別ラインでした。そっち来るっていう感じで、あーショック。これでもかなりどうだろう、大きいんじゃない。次も次2レースに気持ちを切り替えて、あこれか、私これにかけました。おお、8700円、すごい、外しました外れちゃった、外れちゃった、ショック、立ち直れないごめんみんな、外してしまった、申し訳ない、残念。5来ると思わなかったよね。いやーこれはちょっと私想定外だった、うん、誰も当たってないでしょこれも、もうこれは想定外、うん、そうそう。でもねこうやってね当たったりね外れたりするのが楽しいのよ、うん。次行きます、次もう次があるから、まだまだ始まったばっかりだからね。次変えましょう、次はね第2レース、はい、第2レースもあらかた私も考えてきました、うん。で今回私1に全部かけます。1番のこの門脇くんかな、1番の門脇くん28歳、私と同い年で、多分私は門脇くんが1着来るんじゃないかと踏んでおります。はい、はい、OK です。そうだから私は1に1全部かけようと思う、うん。みんなはどう思う、この 1全然でいけると思う、1全然でいっていいかしら。かけだからね、ここまで来るとちょっともう8分だからいくわ。1の全っていうのはどうやって、あ全然これでいいのかな、これで1全然で12組全部で12組かな、12300ポイントずつで3、4、10かな、1全然でいくよ、いい、みんなちょっとこれで、あいけるかな、300ポイントずつだ、500どうしようかな、とりあえず追加して、1全然でいきます、うん。で全部300、500だとちょっと多いか、300ポイント、あ、やばい、とんでもない額かけてる、300ポイントかけて、でそうだな、この一番人気1、2、3をちょっと上げるか、うん、これで、で1、3、2も厚いのでちょっとこれで上げて、これで3800ポイントか、もうちょっといくか、もうちょっといこう、みんな何がいいと思う、1全然でいくから、うん、もうかけてるよ、1に門脇くんにかけてます。もうでもどうしようかな、残り1、3、2と1、2、3、うーん、オッズがさちょっとすっごい一番高いのにかけてみるか、これ 60.8 オッズ 60.8、 ちょっとこれ当たったらすごいよこれ当たったらすごい、うん。ということでこれで全部プラスに、あーでもここマイナスか、どうしようかな、まあいっかということでこれでいきましょう、うん、はい、どうにかこのいけるかな、3900ポイントか、もうちょっとかけようかな、135とかにもちょっとかけておきましょうか、はい。じゃあ4000ポイントかけます、また区切りよく確定、
締め切り6分前。はい、じゃあ1回 OK です。1前前っていうのは1着が1番で、その後は全部って感じですね。 OK かな。もう OK です。 OK です。 OK、 買いました。皆さん1前前です。ちょっと待って、ここにかけますね。1全然、これ1以外が来たらもう私は泣く。1全然の4000ポイント。はい、今回買いやすい。1全然400ポイント。あ、嘘、4000ポイント。1全然です。はい、そうだね。だからもう1番に、簡単に言うと1番に1着、1着に、1番の人が来たら私は勝ちです、うん、そういうことです。もう1が来たら勝ちなんです私は。そういうことですから簡単でしょ。だから1以外が来たら負けなのよ。だから1が来るの私は、そう、1番ですよ。だから今回そのちょっとあれの出走表を見てもらうと分かるんですけど、あのね、締め切り5分前だからね、みんな気をつけてね。そう、出走表見てもらうと分かるんだけど、一番上の片脇くん、翼くんかな、翼くん28歳、秋田の、はい、見てもらうと逃げ11、まくり3って感じで、はい、お願いします。うん、これはもうなんか悪いことが起きない限りは多分もう1位が1着なんですよ多分ね。うん、いや勝ちだよ。私はだから1にかけてんのよ、1に。うん、でもあの見てもらうと分かるんだけど、オッズのとこ見てもらうと1位から7位まであの1位頭なんですよ、うん、で8位だけちょっと2位頭なんだけど、もう1位頭がすごい多くて、もう多分みんな1だと思っている、うん、きっとね。いやでもどうかな、さっきもなんかそういう風に思ってかけてあれだったから、ちょっとこのドキドキ、本当にドキドキなんだけど、でもみんなとしては分かりやすいよね。1位があの頭に来たらもう私勝ったっていう感じだから、うん、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていてください、はい、いやードキドキするな。みんなも投票したかしら、皆さんどうでしょうか、うん、全然全然ダメですそう、はい、あ、まだいいか。あ、ホワイトボードをソファーに置いてほしい。 OK、 見えるかな、ここは見えますかな、どうかな、どうでしょうか。あ、見えるかな、 OK です。あ、ありがとうございます。 OKOKOK、 はい、これで1個なかったら相当運悪いや、やばいよそれは。めっちゃ笑ってください皆さん、1個なかったら。いや1来るでしょ、1来るよこれ、本命本命。1全然買った、あ、ごめん、なんかこれでさ、申し訳ない、うん、申し訳ないドラが鳴った、ドラじゃなくて、うん、棚が鳴ったんだよ、うん、そんなドラは用意してないよ、はい、ありがとうございます。やばいな、来ないかな、うん、いや信じないで、みんなそこまで信じないで、私を、自分を信じてやってください無責任なこと言う、うん、いやでもね、ある どっか来るかもしれない、うん、どうかな、あと出走まで残り何分だろう、うん、今が21時2分か、10分、あと8分か、あと8分で出走しますので皆さんお楽しみに、うん、いやードキドキしてきたね、うん、そう、皆さんこの前のその、アベマ TV さんの方で、流れてたのを見てくださったでしょうか、どうでしょうか。みんなが結構コメントをしてくれてたと思うんで、多分ここに来てくれてる人はあっちの方も見てたと思うんだけど、どうだろう、見てくれてたかな、うん、せんちゃん酒が足らんですね今日はね、あの禁酒してるのでちょっと酒はないんですけども、うん、どうかな、あ、3番の差し3回っていうのが気になる、確かにね、3番来るかもしれないね。あ、見た、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、みんな見てくれてありがとう、みんなのコメントがすごい温かかった、うん、ありがとうございます。
ありがとうね、本当に。あ、みんな見てくれたんだ。うん、でもね、今日はだから、今日は一人だからさ、このなんていうの、空き時間、先生の予想がないから先生の予想を聞きたい。結構前回のその勝った時はさ、先生の予想を当てにしていたというか、的確な予想だったんですよ、うん、だから今先生がいないからすっごい緊張してるというか、もうごめんね、私が先生ポジションで本当に申し訳ない。こんなこんな初心者が先生ポジションにいるという、うん、いやでも本当に緊張した、うん、緊張したけど、でもみんながさ応援してくれたので本当に、こう気持ちをね柔らかくして、頑張ることができました。はい、お、1,2,3 買った、うんうん、あ、ホワイトボードがちょっと見えない、本当、あ、私がちょっと邪魔なのか、ごめんごめん、こうするといいんだな、これ辺は映るんだね、 OKOKOK、 はい OK です。これで1の全全で買いました。うん、はい、皆さん楽しんでますでしょうか、どうでしょうか、うん、当たるかな、1全然だぜ、あ、ちょっと反射してるね、ちょっと難しい、まあ1全然でございます、うん、ねえ、だから先生がいないから今日はちょっとみんな競輪に詳しいみんなにも聞かせていただきたい、うん、やっぱね、センチャンズの中にも競輪やってる人もいましたので、はい、ぜひね、あ、全然で今度あれだな、ちょっとまあみんな見えなくても大丈夫1全然でございます、はい、ホワイトボードがテカってる、そう、私がねいつも結構テカってるのでね、今日はどうでしょうか皆さん、私の顔面テカってないでしょうか結構白く反射してるかしら、うん、皆さん楽しんでくださいね、絶妙に反射してるね、うん、あ、ワンピースかわいい、ありがとう、そう、今日ワンピースこれ花柄でございます、花柄のワンピースかわいいね、うん、謎柄ってやつですよ、なあ、このどうかな、大雑把、そうなんですよ、大雑把なんですよ、まあ大雑把なところがね、まあせんちゃんの魅力なんじゃないかと思います。今日もかわいい、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、お世辞ありがとう、ありがとうございます。はい、あ、今日の服ハワイ帰りの人やめて、ハワイ帰りはちょっとそうしか見えなくなってきた、マジでハワイ帰りやん恥ずかしい、恥ずかしくてもうこれで帰れないみんながそういうこと言うからもう着づらいじゃん、この服が、ハワイ帰りなんかマジ的確なこと言うなやだなー、うーん、あ、今日は髪がしっとりしてみたい、そう、ちょっとオイルをつけました、この前ね、この前は汗だくだったんだけど今日はね油だくだくです。はい、はい、今日はねスナックにならないでしょ、最初から最後も私はこう競輪をします、うん、まあでもね雑談もねかなりしていくので、まあ、いつもの、スナックせんちゃんのような雰囲気で楽しめるんじゃないかと思います。はい、アロハじゃアロハで入ってくるな、違うからそうだよ、いい、いい、かわいいじゃん、かわいいけどなんかほんとみんなのせいでマジでフラダンス帰りそうだね、沖縄県に行くときこの服で行きますよ、うん、そうしよう、そうしよう、沖縄っぽい、そんな感じで、なんかみんな南国な感じがするよね、めちゃめちゃね、はいねえ、まったくもうほんとにこうやっていじられ、いじり、いじられ楽しんでるわけですね皆さん、はい、ということで出走まであと残り3分となりました、もう締め切りましたよ、投票締め切りました、皆さん大丈夫でしょうか、はい、いやこれ1個なかったらやばいね、どうする、1個なかったらどうしよう、励ましてください、1個なかったらえ、本当にちょっとやばいな、こ1全然ですかね、1全然、1全然で1個なかった日にはどうしよう、本当に、うん、あ、寒くない、むしろ暑い、私本当に暑がりで、寒さにはね結構強いんですよ、うん、だから冬でも全然バイク乗るし、むしろ夏はバイク乗りたくない、うん、乗りたくない、暑いんだもん、ヘルメットかぶっておいてより、うん、はい、出雲南国じゃ、確かにね出雲南国だし観光地ではあるね、うん、ではどうだろうか、134143来るかな、私は1全然だからもう1さえ来れば勝ちですから、はい、うん、あ、こんばんは、競輪見たことない、見たことない人はぜひぜひね、ここでね、この後ねレースの様子が映りますのでぜひ楽しみにしててください、はい、ね、本当今日暑かったね、もう春だね、春が来てます、うん、いや、どうかな、1全然に全部かけた、全部って何、全てを
すごすぎるそれは、うん、ねあ、ここはね、ウーブの今日は撮影スタジオで撮影生配信を行っております、はい、ね、なんかいつもと雰囲気が違うからさ、なんか急におしゃれな家に住み出したっていうわけではなくてウームのスタジオから生配信しております。いいよね、こういう家だったらめっちゃいいな。私こういう家好きなので、あのレイアウトもこういう風にしたいんだけどさ、なんかなぜ壁紙が白いからいいよな、おしゃれだな、めっちゃ、うん、はい、もうちょっとあと1分で始まりますよ皆さん、あと1分です。あ、始まったかな、始まりました、始まった。センターから1センター方向、バック緩やかな向かいの風となっています。集中してください。2組目のチャレンジの一番です。得点上位は秋田の1番車の門脇翼です。ホームの2番車の山田慎一郎、静岡の小林博俊、南関勢が追走しています。前々戦の様相は埼玉の2つぎ、群馬の大河原が連携を取っての関東の2人です。対戦の5選手が集まっています。それでは第2レース A 級チャレンジの一般、対戦するメンバーです。1番は秋田の門脇翼です。門脇翼くん。2番は神奈川山田慎一郎、どうかな。3番静岡小林博俊、頼むぜ。4番埼玉二次重則、5番が群馬の大河原和彦。以上の5名の対戦です。ラインっていうのはね、第2レース先頭員は福松智です。第2レースのチャレンジの一般です。人気の中心は秋田の111期生の門脇翼です、はい、2走目準決勝では変身に突っ張られています門脇です。発送いたします。その門脇の機動力に期待の競争はホーム2番車の山田慎一郎です。どうかな。第2レーススタートしました。内寄りは3番車の小林、最内枠から門脇、門脇が出まして2番の山田、3番小林3番手です。4番の二次に5番車の大河原、初回のこれから3コーナーに向かいます。内枠からまず前取り動いています秋田の111期生の1番車の門脇翼です。門脇君頑張れ。準決勝は主導権取れませんでしたが、今節は予選競争で先行逃げ切り勝ちを決めています。逃げ切り勝ちですよ。メンバー中得点上位、抜群のスピードを持ちます門脇が前受けから、2番の山田慎一郎をつけまして3番車の小林博俊、南関東両名追走しています。ああ後ろ詰めが埼玉4番車の二次です。群馬の5番の大河原和彦をマーク、関東勢が後ろ攻め、3対2に分かれています。チャレンジの一般戦です。積極タイプ先行主体の組み立て、機動力を持ちます門脇、前で受けての競争正攻法です。どうかな。二次が後ろ攻めから上昇、5番の大河原を連れています。関東勢上がって残り800を通過、残り2周回通過しまして、前段から1番車の門脇、門脇エア踏み上げて2番の山田、2番手の外で4番の二次です。二次が外で粘っています。3番手内に小林と外は5番の大河原、やばいぞ。2番手3番手が並走になっています。門脇を巡りまして山田慎一郎と二次重則、両名の番手戦、小林博俊大河原3番手も並んでいます。いいよ門脇君。まもなくメインスタンド前ホーム直線から最終周回、後位の競り合い締めにマイペースの先行は門脇翼、2番手2番車の山田慎一郎、山田が番手追走します。3番手今度は5番車大河原和彦と3番車小林博俊、今度は3番手やり合って3コーナー回っています。逃げる門脇、山田慎一郎2番手、小林大河原3番手、競って間もなく4コーナーから直線です。先頭は逃げる門脇、門脇が先行逃げ切り、続いて2番車の山田慎一郎です。門脇の先行逃げ切り、いいよめっちゃ早い。2番手を取って追走2番の山田、どうぞ。そして5番車の大河原。第2レースは2つ目のチャレンジの一般戦です。どうこれ、赤番で上がった2つ木が番手戦になって、結局番手は2番の山田、門脇の番手を追走しまして
3番手で小林と大河原の競り合い、先行逃げ切りは1番の門脇、続いた2番手の山田、大丈夫だよね、なんか大丈夫、人気に応えまして1番手の門脇翼、よかった、よかった、なんか今節はこれでどうやら2勝目、変なことにならなかった、よかった、これ勝ったわ。2番手2番手の山田、そうだ、オッズが大事、3着5番手の大河原の模様です。何正式決定をしばらくお待ちください。2レースのチャレンジの一番でした。決定、1着1番、2着2番、3着5番、125125はオッズは24.4、 お、いいんじゃないか、いいんじゃないか、 24.5 ほら来たよ。川崎競輪2レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番2番130円、シャバン連勝単式1番2番130円、3連勝複式1番2番5番1360円、3連勝単式1番2番5番2290円、拡大連勝複式1番2番130円、1番5番390円、2番5番1180円、以上でございます。いいんじゃない。それでは第2レース払い戻しがいくらになったんだろう。私ほらね、私今いくら当たったんだろういくら当たったか分かります。7000くらいかな、7000的中だ。はい、的中しましたよ皆さん、的中しました。一着、ほらね、ほら当たった。やっぱ門脇くん強いわ、すごい。うん、 OK です、的中です。皆さんおめでとうございます。よかった、マジでよかった。ちょっとね、次の投票をしてから今いくら当たったのかっていうのをちょっと見ときますね。的中しましたよ。締め切り次3レース8分前なのでね、ちょっと早めに買いますよ。結構ギリギリっていうね、なんやかんやで。あ、じゃあちょっとこれ映してもらってもいいですかね。あ、スマホをお願いします。みんなありがとう、おめでとう、おめでとう。よかったんじゃない、結構。うん、今全部で4000くらいだね。4000入れて、あ、そこで見える、どこだ、投票履歴。あ、払い戻し合計6870だ。おお、すごい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 じゃん、勝ったよ。2870ぐらい勝ちましたね。ありがとうございます。で、そして競輪でやばい、投票をします。はい、じゃあ今から投票をします。354、354、126、216、162、312、132、そして123の124でございます。はい、これでこれに対して各500ポイントかけましょうか。第3レースか、500でいいかな。じゃあかけます、各500ずつ。はい、500ずつ書きました。
OK かな。どうしようか、あと6分しかないからな。皆さんもどうでしょうか、大丈夫、うん、確定します。4000ポイント OK 確定。あ、 OK です。はい、 OK です。買いました。じゃあ買い目を書きます。あ、消せなかった、あ、ごめんなさいごめんなさい、消してもらってすいませんあ、すごい早いそれ、ありがとうございますちょっとね、今回多いんです。8個買いました。はい、もっとね、いい書き方があるんだろうけど。こんな感じで、あ、こっちに書こうかな。1、2の。OK。やばい、マイク倒れた。ごめんなさい。OK。こんな感じで、はい、見えますでしょうか。354、12折り返し、あ、間違え、1折り返し26、162、1折り返し3の2、12、3、124、4000ポイントで書けました。はい、ここに置いておきます。どうかな皆さん、ね、大丈夫かな。そう、今ちょっとねマイクを倒してしまった、うん、OK っぽい。今回結構多めに、買いました。ちょっと反射して見えないかもしれないけど、そう、意外となんか次のレースまで時間がないから、あの予想を立てておいた方がいいですよ、うん、あの前回私は予想を立てずに参加してしまったがゆえにあたふたと、あの本当にもう買うことだけで精一杯っていう私がいたので、今回はねしっかりとね予想を立ててから参加しております。うん、あの出走表がね、あの出てますので、出てて予想とかオッズとかも早めに出てるので、あのぜひぜひねレース前にしっかりと、こう勉強というか予習するといいかと思います。うん、私は今日1時間半かけてこの予想表を作りましたはい、そうだ、であれだ、ツイッターでちょっと拡散するの忘れてたんだ。皆さん、私がツイッターで拡散するのを忘れてたので、今からちょっとツイッターで拡散します。ごめんなさいね。私がツイッターで拡散したら皆さんもツイッターで拡散してください。お願いします。よいしょ、これで共有でツイッターでね、ツイッターで、生配信中です。ちょっと待っててくださいね。よし、もうちょっと待ってね。どれかな、よし、これでいけるか。よいしょ、これでいけるか。うーん、いいよ。はい、今送っております。皆さん届いたらツイッター、届いたら教えてください。ツイッターに出ているはず。来た、来たかしら、どうかしら。ツイート来た、ありがとう。ツイート来た、ありがとうございます。さて、あとは先ほどのウィンチケット杯を見て、はー、緊張してきた、はい、ね、結構今回のは、まあ、正直こうなんだろう、さっきみたいにこう確実に1だろうっていう自信がないので、当たったら嬉しいなっていう感じですね。うん、ありがとうございます。ありがとう、ツイート来た、ありがとうございます。ありがとう、みんなリツイートしておいてください、お願いします。
ありがとうございます、うん、どうかなどうかな、不安になってきた。で今のね、なんでこれを買ったかっていうのをちょっと説明する。締め切り1分前、皆さんは大丈夫ですか。ね、今のがどうだ、川崎のこれね。で今回はこの1頭が多いんですよね。1、まあ、さっきと同じくやっぱ1番、今回次の白川くんかな、白川くんかな、待って、43歳くん付けじゃないわ、白川さん白川さん、が私は1番に来るんじゃないかと思ってます、うん、なのでまあ1集めの、まあ、3もどうかな、来るかなと、うん、あそうだな、スマホ、そうですね、スマホお願いします。ちょっとスマホ出しますね、スマホの出走表を、多分ね見えてない人もいると思うので出走表をちょっとお見せいたします。はい、でこんな感じでですね、はい、1のこの競争得点っていうのを見てもらうと分かるんだけど、まあ、この競争得点がまあ高い方がまあ強いみたいな、まあ、パッと、まあ、簡単に、めちゃめちゃ簡単に言うとそういう感じ で AI 予想がついてて、二重丸がついてるのがまあ1着に来るだろうと言われている人ですね、うん、でこの SB とかすごい難しいんだけど、まあ、スタンディングとバックって言って、スタンディングはまあスタートダッシュが早いと思うスタートダッシュが早いっていうのかなまあスタートダッシュ、うん、あはい OK です。スタートダッシュをスタートした時に何かあったけど、この分かんない言葉はこの競輪用語集っていうのがあるから、それを見てみてください。はい、まあ一番何かこう早く最初の時に一番先頭にいる人みたいな感じで、バックは残り半周だっけ、残り半周の時に先頭にいる人、まあだから最初が早いのか後が早いのかみたいな感じ、簡単に言うと、うん、でこのその次に足って書いてあるのは、これ追いと逃げみたいな書いてあるんだけど、これは得意とする技みたいな感じですね、戦法みたいな、うん、めちゃめちゃアバウトに言ってるけど、逃げっていうのはそのまま走って逃げる感じじゃあ超速いんだ、超速い速さで走って逃げる人追いっていうのは追い越した人じゃないごめんなさい適当で、うん、でもこの私もね勉強したのはその下にある競輪用語集っていうので勉強したので、ぜひぜひ皆さんそれを見てみてください、うん、でさっきね LINE って何なのっていう人がいたんだけど、 LINE っていうのはその下に並び予想っていうのがあると思うんだけど、こちらがね LINE で今621、324、7になってるんだけど、これがまあ3分線っていう、まあ、3個に LINE が分かれてる。でさっき一番最初に言った通り、 LINEっていうのは、まあ、そこの同じ地域の人でこうチームを組んで、途中までこうチーム戦のような形で戦って、最終的に個人戦に移り変わるっていう、まあ不思議だよね、どういった姉なのかわからないんだけどごめんね、面白い解説でごめんなさいごめんなさいそうで、レースによってこの前そう9社だったんだけど、このレースは7社だね、うん、そう、直感、まあ、直感大事だよ、みんな直感とかあれだよ、誕生日とか、うん、そういったね番号を選ぶのもいいと思いますよ、はい、いやどうなんだろう、そう S と2ギア違う、 S はスタンディング最初に早いとこに行ったみたいな、あ本当だから競輪用語集で勉強してください本当にそれが一番安泰というか、うん、すごい分かりやすかったですね、はい、うんうんうん、そうだね、勘大事、なんかその直感ってやっぱね大事なんですよ。で直感にこうバーって立てるかけるとすごい楽しいことが起きたりだとか、うん、ありがとう、楽しい解説ありがとうございます。あそっか、今回これ静岡は1人しかいない、そうだね、静岡今回7番は短期ってやつですね、だから1人で戦う感じです、うん、でやっぱねこの1人で戦うのってで、まあ、割とメリットデメリットみたいなのもあるみたいなんだけど、そのはい、あスマホがついてる、右こっち、あこれなるほどなるほど、すいません私の場所がちょっとすいませんでした、はい、どうかな、うん、そうなんかねこの前競輪選手の先生が言ってたんですけど、やっぱね風がすごいんだって、うん、一番前を走ると風がすごいんだって、風圧だから、こう354、この621354のように6番の人3番の人がこう風からの盾となって後ろを守り、
走っていくわけですよ。で、その間だから5、4はちょっとこう、体力を温存して走る、そのような感じですね。すごいでしょ。バイク乗ってる人多いと思うんですよ。バイクでさ、60キロぐらい出したらすごい風圧じゃないですか。あれを自分で漕いでみなさいよ。漕いでみたら相当大変だと思うんですよ。私たちはね、バイクだからモーターで走っておりますけど、あれを足で漕ぐっつったらもう無理だろうね、私はね。だって60キロとかね、出るらしいですからね、足で。足でですよ。足で60キロ出るってすごいなと思う。私、まあ、チャリ乗ることはありますけども、そんな速さは出たことないですね。大体の人が60キロは出ないと思うんですけど、だからこそすごいよな。出走が21時30分、あと1分となっております。もう第3ですか。あっという間ですね。 あっという間だ。今日はね、10時ぐらいまでの配信なので、あっという間に終わっちゃいます。スナックせんちゃんぐらい早いです。皆さんどうだろ1番車の白川優也です。う。スリップストリームっていうんだ、7その番車風ののこ片と山を。選手から詳しいじゃない、皆さん。対戦詳のしい。7選手が揃っ始てまいりまましす。た、レース。レース始まそりれでましは第3レーた。ス A 級チャレンジ選抜、対戦するメンバーで集中しす。て。1番集中はし青ましょ森白川優也です。2番は宮城の長田暁斗、3番東京の駒井大輔、4番神奈川梶山大輔、5番埼玉の吉橋秀樹、6番福島の佐川拓也、始まりますよ。7番が静岡の片山大輔。以上の7名の対戦です。第3レース先頭員は浦野佳樹です。第3レースは A 級チャレンジ選抜戦を争います。強い。始まりました。東京の98期生駒井大輔と北の前回りは6番車の佐川拓也。発送いたします。佐川がどちらかというと自在型、号砲鳴って第3レーススタートです。内枠の2番の長田、追っていくのが3番車の駒井です。宮城の長田暁斗が出まして、離れて2番手を3番車の駒井、6番の佐川が上がります。5番の吉橋がいまして、1番車の白川も上昇。4番梶山が6番手で、7番の片山が現在最後方です。1周目のこれから2センターを回りまして4コーナーへ、内枠のまず長田が出まして6番車の佐川拓也。このレースは北日本の1番先頭での戦いです。自力自在戦、準決勝では門脇マークを取りました佐川。どうだろ2番手の位置は宮城の2番車の長田暁斗。今日は佐川に前を預けての競争の長田です。1番の白川優也が3番手、白川2走目の競争は先行島田マークから抜け出しています。人気の中心は東京の3番車の駒井大輔、マークを取ります5番の吉橋秀樹、埼玉東京につける神奈川4番車の梶山大輔、先手ラインに乗ってという競争で7番の片山大輔です。4コーナー回ってきます。周回掲示は残り2周が出ています。後ろ攻めから上昇は駒井大輔、800を通過、赤番でまず駒井が上がっています。抑えて佐川の方が下げています。7番片山も先手ラインで4番手をキープしています。ジャンマイこれから2コーナーからバックです。先行体制、駒井大輔600を通過、来ないな。吉あ、橋来た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 4番梶山に7番の片山4番手、佐川拓也が5番手で2番の長田最後方ダメにだこれ。白川、北日本勢は5番手から後ろです。最終の400メートルを通過しまして先行3番車駒井が取っています。吉橋秀樹、片山大分かんぞ今のは。梶山大輔3番手で片山が1じ4ゃな番かった手、感は5番手からが佐川のまく 1じり、ゃなかった感まはあくるる佐ぞ。川3番手付近、逃げる駒井、2番1手でではなかっ吉た。橋だ秀こ樹、れ、で梶も山3番手で直線3コース、人目先だった頭わ。は駒井大輔、駒井が懸命に逃げる番手から5番車、追い込んだが吉橋、駒井の争いになっています。これは分からん。番手から懸命に詰め寄っては5これ番分のからん吉ね。橋、先待って、行ちゃからんと3しっか番車り。の駒井大輔、3番手外で4番車の梶山も迫っいや、違てうな。え、前分はからん、3これ名は。の違う方争いじゃになっね。ています。これは分3から車ん。が広がってのゴール、
前はどうか、吉橋か、あるいは梶山も迫って逃げ粘る3番車の駒井大輔、リプレイに変わっています。駒井の先行から吉橋、そして地元の梶山大輔、3名の直線の争い。5かな、番手から吉橋、さらには4番梶山大輔、先行粘る3番車の駒井大輔、5かも。前の争いはどうでしょうか。番手から追い込んだか吉橋、外は4番梶山、先行懸命に3番車の駒井大輔。前は3名の争い、正式決定をしばらくお待ちください。3レースのチャレンジ選抜でした。これ5、3、4だったらめちゃめちゃ悔しいな。やだよ、やだ、5、3、4ってみんな言ってんな、悔しい。決定1着5番、5番、2着3番、3着4番。最悪だ。なお1着は写真を参考に判定しました。最悪だ。ここだ、ここをやっとけば結構な熱い当たりだったんじゃないの。川崎競輪3レースの払い戻し金額をお知らせいたします。茶番連勝複式3番、5番、220円、茶番連勝短式5番、3番、500円、3連勝複式3番、4番、5番、440円、3連勝短式5番、3番、4番、1230円、拡大連勝複式3番、5番、130円、4番、5番、270円、3番、4番、240円。以上でございます。悔しい、悔しすぎる。残念でした。はい、こちら惜しかった、惜しかった、これ惜しかった。はい、まさかの345、あ、そうだ、9時、そうもう残念だったので、ちょっと気分を一掃しようと思って9時を引きます。9時のページをちょっと開いちゃいますので、一回すいません。下にも書いてあるんですけど、押してからの方がいいかな。これだったらもう9時1段を出せば、出してもらってもそうですね、大丈夫だと思います。お願いします。お、結構溜まってますね。はい、ですね、今下に書いてある通り、このウィンチケットでキャンペーンやってまして、友達紹介くじっていうの、招待くじ、友達招待くじっていうのをやっております。で、下の番号の方を、まず右側のところからウィンチケットのアプリをダウンロードしていただいて、そしてそのあれですね、友達招待くじっていうの、それでお互いにね、くじが引けるということなんですよ。私のこの ID を登録して、入力していただくと、でくじが今たくさんあるので、ちょっと引いてみます。あ、結構溜まってますね。皆さんありがとうございます。ありがとう、いくぞ。4等1000ポイント。これ今みんなに見えてるかな、どうだろう。大丈夫ですか。 OK です。次、お、2等3000ポイント。おー、大きい大きい大きいです。次、あ、4等1000ポイント、いいですね。でも1000ポイントも大きいよね、かなり大きい。次、お、4等、どんどんいくよ。お、2等3000ポイント。これ1等見てみたいな。おー、2等3000ポイント、かなり溜まってきます。すごいすごいすごい。あ、4等1000ポイント、ラスト2つ、2等、あ、2等じゃない、3等2000ポイント。最後です、最後の1個いきます。あ、そういう風に人生はできている。はい、じゃあ1回こう消しますね。じゃあアプリをちょっと1回消していただいて、はい、次あれだ、競輪になってんのか。
次が川崎、あ、残り6分だ、やばい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 、皆さんまたギリギリでございます。次4レース、これもね結構厚くかけます。待ってね、1、2、4、1、2、5、そして2、1、3、2、1、4、そして2、1、5、はい、追加して、そして、2、5、1、3、1、2の3、2、1です。これでいきましょうか、うん、で見て、でちょっと皆さんから今ねポイントをいただいたのでちょっと多めにかけましょうか。600とか言って、それでも600、あら、それでも600っていうちょっと堅実な600、全部600にするとどうなるのかな。今回ね結構買いまして、これまた9個買いました。今600だった、私今900とか言ってた、なんでこれだ900ごめんなさい間違えちゃった。600、皆さんはどうだ、締め切り5分前で一応全部600にして、でどうしようか、もうちょっと5400ポイントか、あれなんか多いな、123、まあいいか、これで合ってるかな、全部買えたかな。さあ5400ポイント、もうちょっとかけるか、どうしようかな、どうしようかな、どうしよう、みんなどこに当てたらいいと思う、どこにかけたらいいかな、うん、どうしよう、どこにかけたら熱いんだろう。でもこれ最終レースじゃないから、最初で私が最後にやるレースにもうちょっとかけますので、ここ5400ポイントで行かせていただきます、確定します。で一回消していただいて OK、 はいはい OK です。では買ったものを発表します。いや緊張するわこれ、なかなか。みんな買った？あ、これ生配信です。ライブ配信でやってます。今日ちゃんと勉強してきたから。で、5400。私がかけたのがこちらの、1折り返し2の3、4、5、2、5、あ、そして2、5、1、3、1、2折り返しかな、はい、で5400ポイントかけました、はい、こんな感じ。どうだろうかどうだろう、これどう思うみんな、うん、どうだろうか、これいけるかな、うん、合計で5400ポイントかけてるからね、なかなか強いですよ、うん、いやもう1回ぐらい当たりたいね。一応今回1回的中はしてるんですけど、もう1回ぐらい当てて、なんかちょっとこうここでも爪痕を残しておきたい。北原さんありがとうございます、ありがとうございます。いやどうだろうね、うん、今回ね5レースまでやります、5レースまで、はい、次ですね、うん、手慣れてきた。そうだから私この書き方がさいまいちまだ分かっていなくて、まあ、この折り返しとか、うん、いろいろあるんですけど、結構ね複雑ではあるんですよ、うん、まあ、これはあの並びとしては1着2着3着っていう並びなんですね、うん、なのであのなんて言えばいいのかな、このこういうふうにこのマークイコールマークみたいのがついてる場合は、ここが入れ替わる可能性もあり
って感じ。伝わるかなこれ。だから別にこのこれだけで例えると1231241215、これが入れ替わって213214215っていうわけなんですけども、これ伝わるでしょうか。これね、そういうことなんです。慣れてくればきっとこれってすごい簡単にできてくると思うんだけど、私はまだまだちょっと慣れてないので、書き方が間違ってたらごめんなさい。まあこんな感じで、どうかなどうかな、当たるかな今度は、うん、あ、分かってくれた、そういう意味ね。そうなんですよ、よかった、伝わった、嬉しい。私の今の説明でよくぞ伝わった。素晴らしいです、ありがとうございます。伝わってます、あ、本当によかった。みんなの理解力がすごい良くてよかったです。はい、初めまして、こんばんは、よろしくお願いします。初めまして、ありがとうございます。ゆっくりと見ていってください。今日はね、競輪の、ね、予想をしております。はい、でこの後ね、競輪のそのレースもここで流れますので、ぜひぜひね、そちらを見ていただければと思います。はい、よかった、分かりやすくて、うん、ね、難しいけど、でもやっぱね、こう勉強すればするほど楽しいなと思ってますね。うん、やっぱ深いよね、ドラマがある、うん、めちゃめちゃドラマがある。やっぱ人だからさ、なんかこうロボットとかの戦いじゃないから、人だから、その日のやっぱこう ポテンシャルというか、状態というか、気持ちの入りようとかさ、なんか体の調子とかいろいろあるじゃないですか、天候とかね、あと競輪場のこのなんていうの、相性というか、うん、そういうのも含めてやっぱドラマがあるよねっていう話でございます。うん、今日はねボックス買いはしてないね。うん、伝わった、皆さん伝わってますでしょうか。うん、まあ、でも言いたいことが分かっていただければあのよかった。うん、なんかね、この記号だけ見てて何なんだそれはっていう感じになってる方が多いと思うんですけども、だんだん分かってくると、ああなるほどなるほどみたいな、うん、楽しくなってくると思います。はい、ぜひぜひね、右側 あの QR コードからダウンロードしてみてください。はい、あとちょっとか、21時50分か、あら、あと5分もある、5分もあります。はい、5分もあるとしたら何か雑談をしますか。一応ね、あの今回はあの私の YouTube のメインチャンネルの方での生配信になりますので、私の一応、独壇場、うん、でも逆に独壇場って難しいね、得意分野じゃないと、こう私があまりにも初心者すぎて、なんか気の利いた言葉もかけられない。先生来てほしいな、マジで先生いてほしいな。先生いてくれたら先生にずっと喋っててもらいますね。うん、難しい。はい、まだやっておりますので、ぜひぜひ見ていってください。うん、あ、でも記述分かった、すごいね。でもその記述当たったけど、分かったけど、まあ、なかなか当たらないという、うん、いやでも私これこそは当たると思ってます。はい、なんでこれにしたんだっけな、いろいろ考えたんですよ今日。私はすごくあの深く考えました。うん、どれだっけ、これか。あ、もう投票は締め切りしてんだ。はい、第4レースも投票は締め切りしておりますけども、私がかけたのは何かけた？あ、結構幅広くかけてるね。今回は5社なんですよ。5社。5社なので、当てたいな。当てたいな。でも、先ほどのように1番が1着っていう風にちょっと確信を持ってない状態で、まあ、一番多いのは2頭？うん。が来るんじゃないかと思ってますけども、皆さんの予想はどうでしょうか。どうかしら。うん、1、2、3、うん、そうだね、うん、少ない、そうだね、結構ね広めに今回買ったので、当たる確率もどうだろうか、うん、だいぶ当たってほしい。はい、出身地でチームを組むとは知らなかった。そう、私も知らなくて、チームあるんだみたいな、うん、だから初めにこの LINE というのを知って、うん、あ、こういう、なんていうの、戦術というか、チームであのお互いにこうブロックしたりとか、うん、戦うんだっていうのをびっくりしました。はい、だからそこもね、あの面白いというか新発見。そう、いやでもどうだろう、今回のこの LINE はどうなんだろうか。1、2、3、4、5、どうかな、どうかな。でも結構この上のところ厚めに買ったので、ここでなんか当たるんじゃないかなと私は踏んでおります。はいはい、あ、
なるほどなるほど。ここから皆さんも頑張ってください。皆さん頑張れ。これか。あ、もう始まったかな。これ走り始めそう。はい、走り始めそうです。そろそろ始まりますよ皆さん。あと2分ぐらいかな、あと2分ぐらいでスタートし始めます。第4レース始まります。はい、そうそう、今日はね、いろいろとお手伝いしていただいて、はい、カンペを出していただいております。競争が行われていますミッドナイト競輪の川崎。無理だからね、やっぱね、こういうことは。競争の方は第4レースを迎えます。今度は A 級の特一般を争います。始まりますよ、また第4レースが始まります。千葉の一番車の桜川雅彦です。福島の坂慶田が追走。次こそは3番車北海道の中野亮で北日本勢が連携です。一方の松田雄一には栃木の5番の羽石国帯、はい、茨城栃木の両名です。選手紹介が始まって、皆さん5番車の羽石選手から対戦の5選手発送地点に集まっています。それでは第4レース A 級の特一般対戦するメンバーです。1番は千葉桜川雅彦です。2番は福島の坂木枝照文、3番北海道の中野亮、4番茨城松田雄一、5番が栃木の羽石国臣。当たる。以上の5名の対戦です。逆に第4レース先頭員は山田浩二です。3-1、3-2-1 A 級 1-2 班メンバーが登場しまして、第4レースは A 級特一般。どうかな、桜川雅彦と松田雄一でラインの方が二分されています。これすんの忘れた。2走目は先行を取りましたが、粘れずの競争だったのが桜川。何かしら当たりそうだね。発送いたします、はい、メンバー中得点上位の存在福島の坂慶田がこのレースは桜川の機動力に期待の競争です。はい、これ最後じゃないです。これ最後、これ4レース。4レースの A 級の特一般で す、ね、最後は5。内枠の坂慶田最内枠から桜川始まりました。3番手3番車中野です。どうだどうだ。4番松田に5番の羽石が最後方。今並びが1、2、前に上がっている2番の坂木枝、どうだ。2番手を詰めてきています 1番の桜川雅彦です。頼むぜ。今節は初日は5着、2走目の競争は先行での競争でしたが、山崎の幕に合いました1番の桜川です。酒じゃないです、これは水です。桜川が上がりまして正攻法を迎え入れて2番の坂慶田マークです。3番中野亮が3番手で桜川に北日本の両名追走しています。どうだどうだ。自力自在戦の様相、茨城の4番車の松田雄一。2走目の競争はまくり展開の、昨日は3番手の競争です。前を走っております。5番の羽石国帯で伊庭栃のコンビは現在後ろを追走しています。どうだろうね、3対2に分かれています第4レースの A 級の特一般です。お前に4番出てきましたね。4近況ではだいぶ先行の回数少なくなっている千葉の桜川。しかし今シリーズ昨日2走目の競争で久々に先行を取っています。ま、ね、上昇開始は4番の松田雄一、5番羽石で伊庭栃の両名上がっています。1、2でお願いします。1コーナーを回りまして誘導下がっています。これは当たるんじゃないか。前段から1番の桜川、坂慶田2番手で再び4番松田は4番手。ゆっくり走ってますね。ゆっくりこう、かなりペースがスローに落ちて、ね、これからジャン前2コーナーからバックです。これ怪しいぞ。桜川先行体制でスローペース、すごいゆっくりゆっくり。松田雄一4番手、一旦スプリントのような形に持ち込んだのが桜川。なんだなんだこれ、ちょっと坂慶田マークです。いや、中野亮が3番手。あ、急に4番、すごい4番とんでもない速さで来た。やばいやばい。松田が4番手、1もすごい早い。前からは桜川、いいよいいよ、相当いいよ。かなりスローペースでホーム外を踏み上げてきたのが松田雄一。松田が今度は桜川を抑えています。5番の羽石が2番手で、岩戸治療前が先頭2番手、3番手からすかさず巻き返す桜川が3番手から反撃。マークは坂木が、いいんじゃない、どう、
前段今度は生きるのが桜川雅彦、今度は2番手内側で松田雄一と榊枝が2番手、今度はやり合いまして、まもなく最後4コーナーから直線です。桜川先頭だ。先頭1番車の桜川粘り込んでいます。外は2番の榊枝、2番手ついたが2番手から再び上がって、4と2がどっちが1番車の桜川雅彦、外を伸びて2番の榊枝に4番松田がどうやら3番手の体勢です。第4レースは A 級特一般リプレイが出ています。多分抑えられて再びまくり返していった桜川雅彦、追走は松田雄一で、外は2番の榊枝、直線粘ったのがどうやら桜川雅彦のようです。124来てるよね。横からのスローが出ています。来てるんじゃない。桜川の粘り込み、ちょっと決定まで待ちましょう。2番手2番車の榊枝、3番手4番車の松田の模様です。正式な決定をしばらくお待ちください。第4レースの A 級の特一般でした。かかよ、やばいやばいやばい、来てるよね来てるよね来てるよね、あ、来た。決定1着124来ました。2番当たった。3着やった。4番イエーイ124です。ここがこれが当たりました。当たったよ、124。はい、テイク中しましたよ。いや嬉しい、めちゃめちゃ嬉しいめっちゃ嬉しい。ちょっとこれオッズどれぐらいだろう。ありがとうみんな、当たったぜ当たったぜ。ほらやっぱ12だと思った。どうだどうだろう、短式、うんうん、ハイトハイト1,2,4,440 おお、2,680円。どうだこれ、結構ないいんじゃないか。ちょっと配当を、はい、とりあえず的中、イエーイ、よかったよかった配当を、あ、はい、と待ってくださいね。これで一回配当はどこだ、ホーム戻っちゃって、ちょっと待ってくださいね。これか、投票履歴。おお、これかなり熱い。ちょっとやばいよ、みんな聞いてくれ聞いてくれ、はい、お願いします。聞いてください皆さん、なんと今5400ポイントかけまして、払い戻し金合計金額 16,080 円、イエーイ16,080 円、これはいい、これはかなりいいですよ皆さん。見たか私の力を、すごいでしょ、すごいね、すごいよねパワーですよこれが、すごいわ、ありがとう皆さん。いや16,000円、すごいね、ドリームだねこれは、ありがとうございます。次はね、私にとっての最後のレースなのでちょっと本気出します。はい、じゃあちょっと一回スマホを切ってもらって、はい、最後締め切り8分前はすごいよ、みんなちょっと興奮引きずってる、やばいやばいやばい。次ちょっと第5レースも先にかけちゃうね、私ちょっと今日書いてきたからいろいろと、今回も9個かけます。はい、じゃあ皆さん書きます。まずは、412421、はい、43、あ、間違えた、ごめんなさい、431、はい、これで、あとは241と、126はまだ買ってないよな、126、これで全部かな、これでどうだ、これで、今900ポイントだけど、これを500と500と500、全部500にするとちょっと少ないかな、どっか厚めにかけようね、全部まず500かけて、どこ集めにしたらいいかな、
ちょっと私にとっての最後のレースなので、ちょっと厚めにしたいな。でもこれで4500ポイントでもうちょっと使いたい。うん、どこにかける、どこにかける。皆さんあと残り6分。オッズが高いところにするか、てか全体的にもっとかけるか。いやどうしようかな、待って、どれが一番あれなのかな。展開する、まとめる、 76.7。 あーこれすごいな、当たったらすごいな。ちょっと待って、一回投票シートに戻って、投票シートじゃないな、レース情報か、レース情報に戻ってオッズで431が431、435にちょっと強くかけるか。じゃあ431買ったっけ、431、435、あこれだ、これじゃあちょっと1000ポイントにしようね。431、435、435も、いやもっといっちゃおうか、せっかくみんなでねくじでいただいたし。えどれにかける、歳三にもかけた方がいい。歳三143、143ってかけてないだし、もしかして143かけてないかもね。143ってかけてないか。あ、嘘。え、143ないか。あ、じゃあ143もかけるか。143、143で、これで143を、じゃあ、そうだね。1000ポイントいっちゃう ?1000 ポイントいっちゃう。143って私が好きな数字ですね。あの1043っていうのがね、私のツイッターの ID にも入ってるんですけど、これ当たったらかなり熱いよ143、まあ、こういうね、こう賭けの楽しさみたいなのもちょっと味わってもろて、はい、これで6000ポイント。もっといった方がいいのかな、もっといっちゃいます、これ、もっといっちゃいます、もっといっちゃいます、いやもっといっちゃえとどうしよう、もっといっちゃえ、待って、143もかけたかな、ちょっと待って、書いとこう。もっといっちゃうとなると、ちょっとどうしようかな。みんな何かけてる？四流し、地元優先。全部にかけたら、全部にかけたらダメ。最強先生、ありがとうございます。ありがとうございます。421を集めに？ 421 集め。じゃあ分かった、これも女性でいくわ。センちゃんだけに。6500もかけてるよ、大丈夫かなこれ。もうちょっと増やすか、じゃあ。どうしようかな、143の他に。みんなだったら何？いやーどうだろうな。で3分前か、うおー、あ9時ね、そうですね、一回これで確定しない方がいい。でも3分前か、待って、9時1回確認します。9時、あ9時1個あった、2等、あ3等に2000ポイントありがとうございます。2000ポイントもらったので、待って、ここじゃない、かけちゃうか、もうちょっとかけちゃうか。2000ポイントもらったからな。じゃあちょっと126にも1000いっちゃう、でここも1000いっちゃう、もうあ、100になっちゃった。ちょっと今ね、2000ポイントいただいたので、もう7500、いや、もっといっちゃえと。そんなに弱い人だったか。いや、もっといける。もっといけるだろう。もっといけるぞ。いってしまえ。あと一声、もう一声いけるか。もう一声。はい、1万ポイントかけます。私、1万ポイントかけます。確定。確定します、はい、 OK です、はい、確定しました。なんと1万ポイントもやっちゃいましたよ、私勢いでやばいですね、ちょっと書くわ。みんなどうかな、みんなはちょっとやばいぞ、ちょっと予想以上に多く書けてしまった。これで1個も当たらなかったら泣いて帰る泣きながら帰る。いや本当にマジで悔しいと思う。待って、ね、そう多すぎ。
もっと効率のいい書き方があると思うんだけど。142241126、残り1万ポイント、よし。はい、皆さん、まあ私もうこれでおしまいなので、最後に1万ポイントかけさせていただきました。412折り返し、431折り返し、143、12折り返しで4142、241の126、そして合わせて1万ポイントかけました。このような形です。はい、1万ポイント、はい、これはかなりの賭けというか勝負というか、うん、はい、お願いします。賭けましたよ皆さん。みんなどうだ126だったら大きい。そうね、確かに確かに、うん、いやどうなんだろう。あ、Gスポットさんありがとうございます。せんちゃんのおかげで当たったよ。ありがとう、よかった。さっきのね、当たったからね、よかったよ。だからみんなね、なんか私と同じのをかけてくださってる人もいるので、こうちょっと責任重大なんですよね。うん、責任重大。はい、あ、時間の都合で今回私は5レース目でおしまいなんですよ。うん、その後もね、競輪の方は続いていって、9レース目かな、9レースまでやっておりますので、ぜひぜひね、この続きも見てみてください。はい、さて私の方はね、この5レース目で、退散いたします。はい、泣いて帰るか笑って帰るか、この戦いにかかっている第5レース、第5レース出走は何時だ、何時だろう、もうちょっとかな。はい、出走まではまだお時間あるようです。うん、いやもうこれで勝ったらすごいね。22時10分か、22時10分、はい、22時10分に、出走します。第5レース出走です。緊張するね、やばいね。うん、いや負けてもでかい、負けたらでかいよ。1万ポイントかけてますから、負けたらでかい、でも勝ったらでかい。これがだからあれですよね、ハイリターン、ハイリターン、ハイリスク。でもそこがね、やっぱこう頭を使って、経験を生かして、はあ、やっぱ読んでいくわけですよ。うん、いろいろ勉強するわけですね、こういう、うん、いや深い、めちゃめちゃ深いよ。うんね、配信後が本当の勝負隠れてね、みんなの見えてないところで実はやってるみたいな、ね、それはありますね。今日はね、延長はないです。そう、残念ながら延長はなくて、普段のね、生配信では延長めちゃめちゃしておりますので、ぜひぜひね、サブチャンネルの方の生配信見に来てください。はい、どうだろうな、いけるかな。まもなく発送しますっていうあれが来ましたね。はい、まもなく発送しますって早いね、もうそんな時間。なんかね、アプリを今入れてると通知が来まして、発送しましたとか、まもなく発送しますって、そういう感じにね、教えてくれる機能があるんですよ。はい、それからね、忘れなくて済むというか、うん、さあどうだろうとか、どうだろうか、うん、ね、この前は一応勝って終わったからさ、気持ちよく帰ったわけよ。めちゃめちゃもう高らかに、声高らかに帰りました。今日はどうだ、どっちになるか、うん、勝つか、いやでもね、負けても別に後悔はないですよ。やっぱその場の楽しみ大事ですから、大事大事、うん、自分の勇気に乾杯して、はい、皆さん乾杯、乾杯、頑張っていきましょう。はい、ワクワクするよね。そうそう、だからなんかこうみんなでさ、こう一緒に見ながらできるっていうのはめちゃめちゃワクワクするし、楽しいなと思って、うん、そう、前回やってみてね、それを感じました。はい、やっぱこうチャット欄でね、みんなとつながることができて非常にやっぱ楽しいですね。うん、いや楽しい、楽しみ。一回立ってワンピが見たい、あ、ワンピが見たい、ちょっと一回立てるかな、ちょっとワンピだけ、こんな感じです。普通に何も見えんあ、見えてるかな大して見えないという引きの方が見えるかも、引きでこんな感じでございます。そのうちなんか動画とかでも出します。はい、ハワイに行くときにちょっとこれを着てね、行きたいと思います。こんな感じで写ってるのか、うんうん、はい、かわいいでしょ、おも面白いひどいな、かわいいでしょ、かわいい、かわいい、面白いじゃなくてかわいいでお願いします。はい、ありがとう。せんちゃんかっけえ、あ、本当にありがとう。やっぱその勇気に、私のこの思い切りというか勇気にかっこいいと、うん、ありがとうございます。はい、
めっちゃハワイ引きずってくるやん。ハワイじゃないんですよ、このハワイ帰りの服じゃないんですよ。そんなバカンスはしておりません。はい、いやどうだどうだろう、当たるかな。あと2分よ、あと2分で始まりますよ。最後みんなとこうやって今今日競輪楽しめるの最後なので、ちょっとなんかちょっと悲しくなってきたねこれ一回始めちゃうともっとねやりたいなと思うね。これね楽しい。来るかな。もう、あ、もう出てきましたね。皆さん選手たちが出てきました。出てきました、出てきました。出てきて、まだね出走はしてない。あ、第5レースウィンチケット杯、はい、川崎競輪始まります。皆さん始まりますよ。当たるかな。結構厚めにかけたけど、まあ4インチ4インチ。ミッドナイト競輪開催3日目の川崎競輪、今日は3連単は4桁台の配当がついています。すごいね、4桁台の配当だ。ソロの方には5レースのメンバーが入場しています。これで第5レースは2つ目の A 級の特一般を争います。機動力を持ちます宮城の新入レーサー4番の菅野光輝です、ね、こうやって登場してくるんだね。北同士で青森の3番車の大崎智久がマークを取ります。やったことないけどワクワクしてきたね。ワクワクするよね。昨日は自力勝負の埼玉の1番車の山崎輝夫です。頑張るよ、最後だから。6番の山城選手から対戦の6名が集まっています。最後だから、最終レースじゃないんだけど私にとっては最後。それでは第5レース A 級の特一般対戦するメンバーです。いや最後は決めて帰りたい。1番埼玉山崎輝夫です。2番は東京の山本慶太郎、3番青森の大崎智久、はい、4番宮城の菅野光輝、揃いましたよ皆さん、揃っております。5番新潟の西牧修太、6番が静岡の山城光久、以上の6名の対戦です。第5レース先頭員は福松友です。なるほど、5レースの A 級の特一般を争います。山崎には関東ラインで東京の山本慶太郎、静岡の山城が選手会では続いています。そうそう始まりますね。今節はなかなか力発揮できない宮城の新鋭は4番の菅野です。6選手が発走機を離れて真ん中4番車の菅野光輝、爪痕残したいですね私は、菅野が出まして3番車の大崎です。北勢が行きまして1番の山崎が3番手、ワクワクするね、中段が大きく空いています。2番の山本、5番の西牧に最後方6番の山城、どうかな。1周目のこれから第3コーナーを回ります。どうだろう。スタートは北勢が出まして4番の菅野光輝の前受け。そう、私は最後だからさ、初日も仕掛けましたが3着。どうだ。準決勝は柳島に先手を取られて、昨日は主導権取れなかった宮城の4番の菅野です。1で並んでるね。今日は人気に応えることができるかどうか、その菅野はこのレースは正攻法。3番青森大崎智久のマークです。強い、かっこいいな、当たったらかっこいいよ。後ろ攻めの位置に1番車埼玉の山崎輝夫です。山崎2走目の競争では桜川をまくり上げて昨日は2着、来るかな。堀との関東ワンツーを決めています。今度は山崎が1車上げて、どうやらこのレースは番手戦の様相。2番の山本がいまして6番の山城に最後方5番の西牧、まもなく4コーナー回ってきます。山崎輝夫このレースは番手戦です。周回は残り2周回、赤番の標識800を通過しています。誘導を引きまして1コーナー先行体制、4番菅野の番手、大崎が打ち外は山崎が外で競ります。3番手2番手の山本がいまして関東勢追走、山城がいて最後方に5番の西牧、話が変わってくるぞ。先行菅野、大崎智久、大崎も引けません。山崎が一射上げて周回中から競り合い、最終の 400m 先行4番車の菅野光輝、大崎智久、外は1番車の山崎とやり合います。山本慶太郎3番手で、山城光久最後方から5番の西牧、まもなく残り200を通過、番手は3番車大崎が守り通します。逃げる菅野に大崎、北勢が先頭2番手、山崎は3番手でもう一度立て直す足があるかどうか、まもなく4コーナーです。菅野が逃げる、番手回りは3番大崎、菅野が粘っています。あとは突っ込んだか1番の山崎、4、1、2か4、3、1もいいぞ。
あ、どうだこれ。これどうだ。周回打賞金で山崎が上がりましての番手勝負。菅野の先行を逃げ切り、最後は突っ込んで1番車の山崎。3番車の大崎が3番手続いたか。外は2番車の山本。リプレイが出ています。逃げた菅野、大崎マーク、山崎輝夫に2番の山本が4番手の体勢で4コーナー回ります。逃げた菅野光輝、分かんないな。大井の競り合い散り目に菅野が3日目は先行を逃げ切り、そして懸命に最後の直線突っ込むのが1番の山崎。4、1、3かな。人気に応えた4番菅野、離れて2番手懸命に足を伸ばした1番の山崎です。3番手内からは3番車の大崎。どうかな、どうかな。正式決定をしばらくお待ちください。5レースの A 級の特一般でした。どうか、4、1、3かな、2かな、これ4、1、2でもあるじゃん。私どっちに違ってるんじゃない、これいけんじゃないか。決定、決定。1着4番、2着1番、3着これ3番。どうだどうだ、4来るか、決定来るか。413っぽい、決定来る。4、1、3、4、1、3、4、1、3、多分当たってるぞ。413的中1番、当たったんじゃない。これちゃんと変えてれば当たってるはず。413当たってるよね多分。くー、当たってたら嬉しい。ちゃんと当たってるかな。払い戻し金を見れば分かること。当たってる、ちょっと待って、手が震えてきたぞ。あ、当たってる、来ました。3連単は、あ、でも5番人気だったからそんなに高くないか。はい、以上でございます。皆さんなんと最終レース的中いたしました。イエイイエイ、もうこれで笑って帰れる。マイナスにはならなかったです。はい、今ね払い戻し金を見たんですけど、私1万ポイントかけて払い戻し合計金額が1万2600ということでね、はい、勝ちです。やった、勝ちました。よかった、最後にこう爪痕残せてよかったです。やったね、すごくない、みんなありがとう、私を信じてくれてありがとう。いやすごいよ、私なんかちょっと自信出てきた。ありがとうございます、本当に。この後ね、まだレースの方は続きますので、ぜひぜひね、まだね、私の生配信でもあるんですけど、まだレース見たいよっていう人はね、続けて見てみてください。はい、ミンチケットの方でも投票ができますので、ぜひお願いいたします。いや、トータル勝ちなんじゃないの、どうなんだろう、マイナスにはなってないからね。はい、あ、わかりました。はい、ということで今、私は今回なんと3回的中かな、すごいな、5回中3回的中なので、とてつもなくすごい記録を残しました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、本当に嬉しい。うん、いや、まさかこんなに3個も当たると思わなかったので、ちょっと驚いているんですけども、うん、あ、こちらアーカイブって残りますか。アーカイブ残ります、アーカイブ残りますので、ぜひぜひね、アーカイブで見直してみてください。はい、はあ、嬉しい。うん、とりあえずちょっと最後に皆さんのコメントを読ませていただいて、おしまいにしていきたいと思います。はい、まだね、ウィンチケット の, アプリ登録してない人は右側のこちらの、ね、右側の、QR コード読み込んでアプリダウンロードしてみてください。で、私のね、この下のところにある ZPBWYV5 ってのがね、友達招待口、うん、の ID になりますので、ぜひこちらを入力していただけると お互いね、くじを引くことができますから、ぜひぜひお得なキャンペーン試してみてください。はい、ということで今回はね、ありがとうございます。皆さん、トータルでどのくらい勝ったか、トータルでどのくらい勝ったんだろう、ちょっと計算すると、簡単に計算するね、簡単にパーって私が計算力なく計算すると、12678 2万、パーッと見ると3万ちょっとぐらい、うん、多分それぐらい買ってます、3万ぐらいかな。うん、勝ちました、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、よかった。あ、私も30ポイントプラスになりました。30ポイント、よかったよかった。うん、ぜひぜひ見てください。はい、
そうね、同じの買うのは思ったより難しいな、ドタバタなの。そうね、ちょっと夏がドタバタしててね、ごめんなさい。はい。ありがとう。ヨネス当たりました。センちゃん、ありがとう。ありがとう。よかったよ。ヨネスも当たって嬉しい。うん、勝率すごいね。ね。本当に当たりました。よかったです。はい。ああ、よかったよ、本当に。ああ、嬉しい。最後、当たったし。ということで、いい思い出ができました。皆様、本当にありがとうございます。はい。まあ、こんな感じでね、時々こうみんなで一緒に競輪していくのも楽しいと思いますので、ぜひアプリダウンロードして楽しんでみてください。はい。それではおしまいにしてきますけども、よろしいですか？大丈夫ですか？はい。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらね、グッドボタンも押しておいてください。はい。そして拡散も押しておいてください。ではね、また次回お会いいたしましょう。せんちゃんでした。おやすみなさい。おやすみ。